こんにちは、うなチャンネルです。本日は、目隠しを使った遊びをしていきたいと思います。で、今回ね、やる遊びは、まあ、ガチホコってさ、真ん中に1個あるんだけど、まあ、このガチホコを、見ないで、目隠しをして、最初に取った人が勝ちっていうね、バトルをやっていきたいと思います。まあ、普段はさ、4対4で戦うんだけど、まあ、今回は、全員が、8人全員が個人戦で、一番最初に、ホコ取ったら勝ちなので、個人戦でやっていきたいと思います。はい、やってまいりました。目隠しガチホコバトル。今回散歩モードを使ってやっていきたいと思います。で、ステージは湯の花大渓谷というね、ステージ使うんですけども、まあ、俺は完全なので真ん中に視点を置いときましょう。このホコを割って、持ったら、勝ち。ほんと、取ったら、勝ちです。誰か落ちたぞ。若葉の子も落ちたぞ、誰か。でも、近づくことすらね、難しいんですよ、このガチホコ台には。はい。今ね、タヌキさんが今近くに、タヌキとパンダが近くまで来てますね。タヌキ見ていこうか。あ、ぶつかる。あ、ぶつかる。今なんか、誰かと戦いましたね。ぶつかりましたね。で、ガチホコどうなるか。タヌキ上登ったぞ。お？お、カニ撃ってる。カニで誰か倒した。トラちゃんを倒したね。白熊がトラを倒した。あ、ギャッハハハハ、狐にやられてる。なんか戦いが起こってる。戦い起こってるぞ。これどうなるんだ？なんかね、近くにね、ちょこちょこいますね。お、カンガルーがやってまいりました。さ、目隠ししてるので、みんな見られておりません。何にも見えないってことね。ちょっと、最近日本語間違えちゃう。さあ、真ん中どうなるか。あ！あ、トーピードがパンダに。すげえ。すげえ。タヌキがいい感じじゃない？タヌキいい感じじゃないなんか。あ、その味じゃない。エナスタ投げたね。パンダも近いぞ、パンダ。あ、あ、ホコに当たってる。あ、タヌキ対、あ、タヌキがパンダ倒せるか。タヌキ対、パンダ。さ、割った、タヌキが割った。タヌキ持った。タヌキ持った。試合終了。タヌキが持ちました。試合終了。タヌキの勝ち。第2回戦目、目隠しガチ方向取ったらガチバトルやっていきたいと思います。さあ、誰が取るのか。さっきの湯の花のね、勝者はね、たぬきさんだったんですけど、今回倍外亭、はい、新ステージの倍外亭で誰が取るか。まだ目隠ししててもさ、土地勘ある人はさ、真ん中まで行くの早いと思うんだろ。パンダほら来たじゃん。パンダがもう来たよ。ほら、パンダが。ほら、パンダ当ててる。すごい。当ててるけど、敵が。今、白熊も近くいるぞ。白熊やばいか？割れちゃった。お、そのまま取った、パンダ取った。試合終了。はい、よろしくお願いします。ということで、今回は、うなちゃんも参加しようかなと思って、俺もなんか、見れたらやりたくなったので、お表かな？お表で、やっていきたいと思います。今出た、まっすぐ行けばいいんだよね、これね。まっすぐね。はい、まっすぐ向かってますよ。今。まっすぐ向かって、近くま、お！当たってる！取った？俺取った？なんか死んだぞ。死んだよ。待って、わかんない。待って。俺死んだぞ。取ってないのか？取った？いなり、死んだよ。死んだよ。死んだ
よ。なんか音的にはさ、ガチョコ戻ったよな、どっかに。このまま真っすぐ行けばさ、いいんじゃないか。また誰かいるべ。これやばい。あ、ミサイル飛んできた。ミサイル飛んできた。ちょっと待って、何が起こってるのかわからん。何が起こってるのかわからんぞ。このまま真っすぐ行って取れるんじゃないか。ルルルルル、なんか当たったな、なんか当たったな、なんか当たったな、なんかワイプアウトだったな。音が、鬼敵がいる。探せ、ポコを探せ。あ、誰か取った音がした。待って待って、なんか誰か取った音しなかった。え、なんか死んだんだけど。なんと、うなちゃん持ってまして、俺勝ちました。みんな目隠ししてんのか、これここにいっぱいいる。ほら、二人で。うれうれうれ。あ、もういとこ。みんないる。あ、いる。見て。見て見て、カリ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 、危ない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 。おお、誰か落ちてった。危ない危ない危ない。カニ危ないな。あ、めっちゃ割る音頑張ってる。めっちゃ割る音頑張ってるぞ、あの子。一生割らせないで、おこ。かわいい、頑張って打ってる。危ない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 。かわいい、頑張って打ってるけど割れない。見て。よいしょ。あ、やばい。逃げてこいつらしい。割るな割るな。割るな割るな割るな。一生割れない。え、見て。みんなで打ってる。これは割らしちゃおう。うおー、うおー、あー、ゴールしたけど死んだ。